アレクサンドロス一世イバラスはセレウコスアサシリアの第十一代王。スミウルナの出身でアンティオコス四世の交渉した。紀元前152年アンティオコス四世の財務長官であったヘラクレーデスによってデメトリオス一世に対する反乱の頭目として擁立されキリキアで傭兵を率いて拒兵した。アレクサンドロスはローマ元老院トップトレマイオスアサエジプトの王。 プトレマイオス6世の指示を受けて、プトレマイオス6世の娘クレオパトラテアをめとった。内戦に勝利したアレクサンドロスは、デメトリオス1世とその日、ラオディケ、長男のアンティゴノスを殺害して即位した。即位後ほど亡くして、プトレマイオス6世と対立して、エジプトとの関係が悪化し、クレオパトラテアと離縁した。アンティゴノスの弟、 デメトリオスがクレタ島からの傭兵を率いて決起すると、プトレマイオス6世はデメトリオスを支持した。アレクサンドロス1世はアンティオキア近郊のオイノパラス側の戦いでデメトリオスに敗北した。このアンティオコスをアラビア半島の国家ザブディエルディオクレスに送っていた。アレクサンドロス1世はアラビアを目指して逃亡したが、途中で暗殺され、その死宮は デメトリオスのもとに送られた。紀元1747年、ジョージ・フレデリック・ハンデルは、アレクサンドロス一世の生涯をもとに、オラトリオ、アレグザンダー・バルスを作曲した。ありがとうございます。